はい、能登温泉の領事です。こんにちは。今日は、知能泉、頭脳泉とも言われている知能泉を紹介したいと思います。この知能泉から何がわかるかというと、その人の個性だったり性格だったり、あと能力なんてものが分かったりします。では早速見ていきたいと思います。まず、1ですね。親指と人差し指の間から出ていて、生命線と感情線の間に位置する線です。この知能泉ですが、まず生命線とくっついてるかくっついてないかを見ていきましょう。で、実はくっついてる人の方がめちゃくちゃ多いんですけど、このくっついてるタイプの人はどちらかというと内向的だったり、あと真面目だったり慎重だったりする人が多いです。生命線と起点が離れている人はどちらかというと外交的だったり、すごく明るい人が多いですね。行動力があるので、どん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 何かしら行動してしまうタイプの人が多いです。続いて長さを見ていきますが、まず平均的な長さをどこで見るかなんですけども、薬指の下から直線を下ろしたところよりも長いか短いかっていうので長さを見ていきましょう。長いか短いかっていうのは、物事を考える時間の長さを主に表しています。長い人は結構物事をよく考える慎重派の人が多いですね。なのですぐに何かを取り組むんじゃなくて、ちゃんと石橋を叩いて渡る人が多いとも言われています。若干理屈っぽいところがあるので、もし自分がそうだなと思う人はちょっと注意してみてください。逆に短い人は結構直感で動くタイプですね。とにかくやってみようっていう風にすぐ動くタイプの人で、決断力もあります。続いて向きを見ていきたいと思うんですけど、これが向きが上向きか下向きかっていうので見ていきます。上向きの人は結構これがですね、物質的な要求が大きい人なんですね。つまり例えばお金とか、財力みたいなものが好きな人も結構多かったりします。なので何かをやるときに、これはどういったお金につながるのか、どういった自分にとって利益があるのかっていうことを意識したりする人が多いです。続いて下向きですね。これは下に下がってれば下がってるほど夢追い人でロマンチストな人が多いです。なのでクリエイティブな仕事をする人が結構多いですね。向きで言うと少し下がってるぐらいが一番バランスがいい人です。あともう2つ見ていくんですけど、まずは薄くて細い人。薄くて細い人は考える仕事がちょっと苦手だったりしますね。なのでもうちょっと直感で動いたりとか、自分でとにかくやってみようって行動で動きたいタイプの人が多いので、何かを一生懸命ルーティーンの作業とか、そういった考え続ける作業っていうのがあまり向いてない人が多いです。はい、逆に、太くて濃い人。太くて濃い人は考えることにめちゃくちゃ時間を使う人ですね。むしろ考え抜いて、何かを物事を進めていくことが好きな人です。ということで知能線を紹介してきたんですけども、これで結構代表的な4つの線を紹介してきました。結婚線、感情線、知能線、生命線ですね。なので他の動画にも上がっているので、よかったら基本の見方を覚えてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。以上、能登温泉の領事でした。